引っかかるその裏側にこだわる報道をするラジオ。皆さんこんばんは、毎日放送アナウンサーの上田貴之です。今日は水野アナウンサーが本人曰く遅い夏休みということで、私が代わりに担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。そして今日のコメンテーターは大阪国際大学准教授の谷口真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たった今沖縄から戻ってこられたとそうこのスタジオに入ったのは3分前で前でしたね。よかった、間に合ったさっきまでまだ息が切れてるぐらいな状態で飛び込んできていただいたんですけど、はい、どちらに行かれてたんですか。沖縄で実は国際人権法学会という学会があったんですけれども、はい、それに行ってて、で実は今日ですね、高江に、沖縄タイムスの編集委員の黒島美奈子さんという方と、あと記者のね阿部隆さんという方の、阿部さんって皆さんちょっと記憶ないですかね、百田直樹さんが沖縄で講演した時に彼を目の前に座れって言って、中国が攻めてきたらお前の娘も慰め者になるぞって言われた記者さんなんですけど、はい、昔から実は仲良くて、あそうなんですか、はい、取材対象で私が取材されてたんで、で彼がその高江のあたりの取材をずっとしているので、はい、連れて行ってもらったんですね。じゃあ高江まで行ってきたんですね。行ってきました。で朝から行って、でオスプレイの落ちた西目さんというお家があるんですけども、ヘリコプターかな、CH53 でしたっけね、大型ヘリコプターが落ちた、オスプレイですね今回落ちたの。オスプレイは海岸でその前だったんちゃうかな、その後にもう一回オスプレイ落ちてるんですよ。あそうですか、はい、ええ、その後にまたヘリが落ちてますよね確か、うん、そうそうですそうです、うん、はい、でその西目さんっていうお家に落ちたオスプレイの現場っていうのは今まだブルーシートがかけられていて、あそうなんですね、私有地なんですよ、ご本持っていらっしゃる土地で、で牧草地なんです。牧草を育てて、ヤギさんとかが食べる牧草を育ててらっしゃるんですけれども、はい、墜落した時にお父さんはその現場を動画でずっと撮ってらっしゃったんですね。でお母さんとおじいさんが、お家の屋根から見てたら、おじいさん89歳になるおじいさんが、あれ乗ってた人大丈夫かなってずっとだからそれをおっしゃって、ははで、アメリカ軍のヘリコプターが救出に来るんですけれども、落ちたものの、でそれをずっと見て、救出されてもおじいさんが、89歳のおじいさんが、彼らは大丈夫だろうかって言って気にしてるわけですよ、で米軍はその後2時間後にやってきて、でみんなが村の人とかも消火活動をしてて、米軍の関係者その時は一切来ないわけですね、で消火活動をしてなんかした後に規制線を引くんですけれども、放射性物質が流れ出すオスプレイだから、だから危ないか気付けてなみたいなことを言ってまた去っていくんですよね、でその後規制線張って自分の家の土地であるにもかかわらず入れなくなって、でおじいちゃん豚さん育ててはるんですけど、豚に餌やりに行くのに自分の家ですよ許可がいるって、はあ、で誰の許可がいるんだっていう話になりますよね、でもすごい二重構造で、警察の規制線がまず引いてあって、その向こうに奥に一番近いところに米軍の規制線が張ってあると、で日米合同の捜査だっていうんだけれども、警察もその米軍の規制線の向こうには入れないという状況で、で結局そのオスプレイの墜落現場のところっていうのはブルーシートが張ってるのは沖縄防衛局っていう、結局日本人の人たちが片付けてるんですけれども、今日一番そのそばまで行ってきたんですけど、まだ重油の匂いしましたね。あそうなんですか、はい、だからもう全然なんだろう、なんかいろんな構造立体的にこう捉えると、沖縄の問題ってやっぱり、いやなんか深い根深いなんか日米地位協定とか、でそれは環境の問題とか、その後辺野古もちょっと寄って帰ってきたんですけれども、なんだろうな、本当に日本で起こってる現実なのかなっていう、やっぱりそういうの感じますよね、はい、もっとちょっと詳しく伺いたいんですけども、今日はもう国会もありますし、そうですね、テーマも番組でご用意させていただいておりまして、いろいろありますんで、そちらの方の話ちょっと行かせていただきたいんです、今日の内容なんですが、今日のテーマはですね、電話でですね、井上智博さん、駒澤大学の経済学部の准教授の方なんですが、この方にご出演いただきまして、 AI 人工知能のこと AI って言いますよね、
で最近ちょっとこういろいろ出てきてます、 AI に関して。でこの人工知能が私たちの仕事を奪うという未来についてちょっとお伺いをしたいというふうに思っております、はい。そして皆さんご質問ファックスメールでお寄せいただきたいと思います。この人工知能などについて、ファックスは大阪 06-6809-9090、 大阪 06-6809-9090 です。メールはhou@mbs1179.com、 hou@mbs1179.com です。それではニュースからお伝えしましょう。ニュースの担当は千葉アナウンサーです。はい、お伝えします。今日は国会のニュースをお伝えしましょうね。はい、そうですね。国会では今日衆議院予算委員会が始まり、安倍総理とすべての閣僚が出席して基本的質疑を行いました。今回の予算委員会では自民党が与野党の質問時間の長さの割合を 50% 対 50% にしたい、5対5、同じ割合にしたいというふうに要求をしまして、与野党の折衝の結果、全体が14時間のうち与党5時間、野党9時間ということになりました。ちょっと数字が多いんで分かりにくいんですけども、今までは全体を100とすると、与党と野党の質問時間の割合というのは与党 20%、 野党 80% の割合だったんですよ。野党の方がしっかり時間をかけて与党側に質問することができる時間配分になってたわけですよね。そうですそうです、はい、与党の4倍になりますよね、野党のね、質問時間がね、はい。これで、今回、与党5時間、野党9時間ということになりましたから、今回に関しては与党 36% 対野党 64% の割合になったんですよ。つまり与党の質問時間の割合っていうのが倍まではいかないまでもかなり増えてるわけですよね。まあ、前例とはしない今回限りということなんですけれども、こういった時間配分になりました。このことによって委員会審議は今日と明日の2日間行われるんですけれども、初日の今日はどうなったかというと、与党の自民党公明党の質問時間が合わせて5時間、はい、野党の質問時間は立憲民主党の1時間45分でした。これだとなんか圧倒的に与党側の時間が長いというふうな今日は印象を受けますよね。そうですね、朝10時から始まってからずっと与党の質問が続くという状態で、与党側の質問者は6人、対する野党側は2人という状態で国会審議、予算委員会審議が行われたんですね。これ どうなんですかねこれこれね、今日特に初日なんで注目が高いところで、この日に要はその今日決めてる 36% 対 64% の割合にしてるとかっていうことではなくて、まあ、5時間と1時間45分というとものすごく野党が減った印象には感じますよね。そうですよね、はい。で与野党とも一つのポイントになったのは森友学園問題だったんですけれども、今日の委員会では与党側、自民党の菅原一秀議員が学校法人森友学園への国有地売却問題をめぐって、森友学園の籠池夫妻と財務省近畿財務局との土地代金の価格交渉とされるやり取りを収録した音声データのことについて質問したんですよ。はい。森友学園の国有地売却というのはもともと不動産鑑定では9億5600万円の値段がついた土地だったんですけれども、土の中にあるゴミの撤去費用ということで8億2000万円を差し引いて1億3400万円で森友側に国から土地が譲られていると、国から土地が売られているということなんですね。土地だけだったら9億5000万円だったけれども、中にゴミが出てきてしまって、はい、それは処分してよっていう話になったってことですね。その分は値段引いてくれよということなんですけれども、この音声データというのは実は国有地の売買契約が結ばれる前の去年5月に収録されたとされていて、実際に売られたのは去年6月ということなんですが、売られる前ですね、このデータの中で財務局側は当時森友学園の理事長だった籠池泰典被告に対して、
ゼロに近い金額まで努力する作業をしているというふうに述べていたんですね、はい、具体的なやり取りとしては、うん、ゼロ円を提示する籠池被告に対して財務省職員とみられる男性が1億3000の数字を示すんです、はい、そして籠池被告が今頭の中にあるのはそれとイコールぐらいの金額と言っていて、うん、それに対して財務省職員とみられる男性がそれに近い金額まで極力やるというといったやり取りがあったんですね、うん、職員とみられる男性は1億3000をラインというふうに言ってでそこまでのラインというのは我々がやるっていうふうに言ってるんですよ、はい、こういうデータなんですが、はい、この音声データについて菅原議員の質問とそれに対する財務省の太田充理財局長の答えを聞いてください。もしこの報道が本当だとすれば国はもともと事前に価格の交渉してたことになるんじゃないでしょう。先方とはさまざまなやり取りが行われましたが、不動産鑑定評価額が出る前に先方から買い受け希望価格が提示されたという認識はございませんし、当方から売却価格を提示したということもございません。はい、ということで、うん、太田理財局長は、うん、事前の価格交渉ではないとしてるんですね、うん、していないという認識を示していて、うんうん、はい、まあ、今お話ししましたようにゼロに近いところまで努力しているという音声データのやり取りは、うん、価格交渉ではないというふうに、まあ、言ってるということなんですけども、これ谷口さん、これは価格の交渉は知っているように聞こえるんですけどね、多分、うん、100人おったら130人ぐらいは価格交渉してるっていう風に聞こえるんじゃないですかね。これが聞こえないっていう方がなんかものすごく無理のある回答ではないかなと思うんですよね。だから素直に聞いたらそれって具体的な数字が出てるわけですから、うん、例えば1億3000パコって言われたとしても、はい、いやそらだって数字一緒やんっていう話だと思うんですよ。だからそんな、うん、なんか子供の嘘の言い訳みたいなことを聞きたくって国会開いてもらえてるんちゃうでっていうところだと思うんですよ、うん、そういうことではなくって本当に何が起こっていたのかということを聞きたいし、音声データがあってその音声データがまあ、どう聞いてもそんな私と喋ってるわけではないよね、関係者だよねっていうのが分かる状況で、関係者でもないようなみたいなで価格交渉はしてないようなっていうのは苦しすぎますよね。それとこう事前にやっぱりこう交渉して価格をこう決めちゃうっていうのはやっぱダメなんですよね。ダメでしょうね。だってもしそこの土地他に買いたい人いてたらどうすんねんっていう話ですよね。例えば入札するとかっていう話になったらその事前の、はい、事前に知ってたか知ってなかったかって談合みたいな話になってくるわけですし、そういうことを禁じるっていうのは当然のことだと思うんですけれども、不動産鑑定評価額っていうね、正規の価格が出る前にもう売買価格を交渉しちゃってるってことになりますからね。つまりね、うち手持ちのお金こんだけしかおまへんねんって言うて、でこんだけでなんとかしてやって言うたんと同じでしょ。ほんならまあここゼロに近いのは僕らとしてはそこに近づけるように頑張りますわ、はい、ほんならまあ そんな自分としてはその値段を持ってますよって籠池さんがおっしゃるわけですよね、はい、いやそれってかどう考えても価格交渉やし、手持ちのお金、うん、用意できるお金こんだけですっていう交渉にしか聞こえないですけどね、うん、そうなってくるとこのゴミの分で処分の費用で8億いくらかこう引きますっていう部分ってなんかこうなんか後からつけたような気がしてきなくもないんですけど、そうですね、だから取ってつけたようなっていうのはそのゴミの価格っていうので帳尻を数字を合わさないといけない、何で数字合わすかっていうところでゴミって多分言ったと思うんですよね。だからそのでも帳尻合わしそうな、まあ、なんとなくゴミの処分価格って言われたらそうかなってみんながなんとなくスルッと言ってしまいそうだけれども、はい、備えにはこうゴミありましたっけっていうことに気がついちゃうとそんな価格必要ないやんかっていう話ですよね。土地より高いゴミ処理価格ってなんやねんみたいな、そういうことですよね。はい、まあこの音声データのことについては政府側がこの音声データにある内容について確認したのはこれが初めてのことになるということなんですけれども、そういうことですか、はい、国会ではこういうやり取りがあったということですね今日ね。もう少し時間があったらもうちょっと追及できたんですかね。でもこれってね結局ね与党じゃなくて野党がやらなきゃいけない追及ですよね、はい、どうしたって与党がやると優しい追及ですやん、はい、与党から
あの総理大臣とか内閣が構成されてるわけですからね、単純に考えたら味方が援護射撃してんのと大して変われへん話しちゃうのっていう話になっちゃうから、こんな優しいこれで済んでええのみたいな話ですよね。今のお話にあった野党側の話なんですけども、野党側は夕方からやっと質問が始まるという状況になっていますので、森友学園問題について野党の立憲民主党から国有地の売却金額がずさんだとする会計検査院の報告書が出ましたけれども、それについて触れた立憲民主党の長妻昭議員の質問と安倍総理の答えを聞いてください。ずっと適切を繰り返してまいりましたけれども、その適切というのがですね、会計検査院の報告で覆されたということでございます。これについて総理としてですね、国会や国民の皆さんへの謝罪等はあるんでございましょうか。今回の報告はですね、国会からの要請により、独立した行政機関である会計検査院によって実施されたものであり、政府としてその指摘については真摯に受け止めなければならないと考えております。私たちも国有財産の売却について業務の在り方を見直すことが必要と考えています。安倍昭恵夫人についてですね、全くやましいことがないんであれば国会でお話をいただきたいというふうに思うわけでございます。この問題についてはですね、今日もそうなんですが、先の通常国会もそうですし、閉会中審査においてもそうなんですが、私がこの場においてですね、お答えをさせていただいているということで、ご了承いただきたいと、このように思います。はい、谷口さん、長妻さんは謝罪をっていうふうに言ってますけど、はい、総理はですね、これは受け止めなければならないというような答えに、これはとどまってるという言い方でいいんでしょうかね。丁寧な説明っておっしゃってきたわけですよね、はい、で丁寧な説明っておっしゃってる割には、今回ね、私すごい実はちょっとだけニュースダイジェストで映像で見れたんですけど、安倍さんこれの答えの時ものすごい下向いてらっしゃいましたよね、そんなになんか前を向いてとかこう顔を上げてっていうことではなくって、自分の顔が見られないように回答する安倍さんって久しぶりに見たなっていうぐらいなんですよ。でなんかなんとなくやっぱ態度にも出てるっていうか、もうなんか、これでなんとか許してくれへんかな、自分のなんか頭下げてんので許してくれへんかなみたいにも見えなくはないっていう感じはするんですよね。あとやっぱ安倍昭恵さんっていうのはキーパーソンですよね、どう考えても。で籠池さんっていう方が3ヶ月以上も接見禁止の交流をされているっていう状況の中で、もう一方の当事者たる安倍昭恵さんっていう方が全く無罪放免っていう言い方良くないかもしれないですけど、なんか何も問われていない、公からは誰も追及されていないっていう状況なんであればね、はい、彼女は総理大臣夫人っていう肩書きを使っちゃダメなんですって、あったら。でもやっぱりそれを使って総理大臣に安倍昭恵って夫人安倍昭恵っていうので出ていってるってことは、自分はファーストレディーであることをやっぱり利用してきたっていうことだと思うんで、そこに関しては私人じゃないですよね、私人と全く私人とは言えないので、そのことについて聞きたいんだけれどもっていう話だと思うんですよ、はいはい、だからやっぱり出てきて説明すべきは名誉校長は実際になったわけですよね、で名誉校長でそんな人になるっていうのは箔つけるっていう以外に他なんか意味あるんですかっていうことだと思うので、はい、これだから箔つけて価格交渉に臨んだんちゃうのっていうのは、それなんとなくなんですけど、これ多分大方の方がぼんやりそうなんとなくこう大冗談から箔つく人出てきて価格引いてや早押してやっていうことになったんちゃうのっていう想像してるわけだから、その疑惑っていうか想像の疑惑の目を払拭するのは安倍さん自身ですよね、はい、だから疑惑をかけられてるわけ、嫌疑をかけられてるわけですから、もっとクリアに喋ったらいいのにと思うんですよ。全然クリアにも私には聞こえないですね、丁寧に説明するっていうふうに、ね、何回も言ってるんですけど、クリアに聞こえない状態で、やっぱり総理夫人は公人として行動した部分についてはそうですよね、しっかり自分で説明をしてもらわないといけないなというふうには国民的には、ね、感じたりとかするんですけどね、歯切れ悪いですよね、はい、そして長妻議員は、憲法の問題についても質問をしています。憲法9条に自衛隊を明記するという安倍総理の提案についても質問をしました。長妻議員の質問と安倍総理の答えを聞いてください。
この自衛隊を憲法9条に位置づけて書き込むと、自衛隊の武力行使の限界等々、何か変わることっていうのはあるんでございますか。自衛隊の存在が憲法に明記されることによって、自衛隊の任務や権限に変更が生じることはないものと考えていることは明確に申し上げておきたいと思います。何も変わらないのになぜ、その相当なこれ、国民的議論、二分するような形でですね、議論をして提起をされるのかという理由を教えていただければと思います。憲法学者の中においても、これ、合憲と言い切る憲法学者は2割しかいないわけでありまして、教科書についても、この違憲の疑いについての記述が、ほとんどの教科書に載っているところでございまして、ある自衛官から聞いたのでありますが、お子さんからですね、お父さん、違憲なのとこう言われたことに、胸を切り裂かれる思いだったと言われていた話を、私は聞いたことがあるわけでございます。谷口さん、このやり取りはどうです。いくつか論点はあると、もうこんな短い間にすごく論点はたくさんあると思うんですけれども、はい、書かなくても書いても同じもんやったら、なんでわざわざ会見すんねんっていうのが一点ですよね。書いても書かなくても自衛隊の存在は何も変わりません。はい、でも安倍さんは一方で、自衛隊が違憲の存在だということを、いろんな場で発信を、こうそういうふうに言われてるって、いや政府は違憲じゃないっていう立場で来たんですよ、ずっと。まあ、解釈改憲とはいえ、ずっと合憲の存在であるっていうので来てるわけだから、違憲って言っちゃうんだったら、なんで違憲のもん政府が認めてるんだっていう話なんですよ。だから今現在訴訟を起こされたら自衛隊違憲なんですよねっていうのが、総理大臣自ら認めてしまってることになってるので、そもそも論点がおかしいんですよ、前提が覆っちゃうんですよね。でそれから、ほとんどの教科書に違憲の疑いの記述が載っているっていうんですけど、これフェイクニュースだっていうのがちゃんと調べてる方たちがいらして、はい、ほとんどの教科書で違憲の疑いとかっていうのは載ってないと、はあ、載ってないんですね。で合憲と言い切る学者は2割しかいないとかって憲法学者でも言うんですけど、安保法制の時にそんな合憲の、ね、学者とか意見のか、学者の意見なんか聞かんでええぐらいの態度で、、はい、で我々若干腹立ってたんですよ。そうでしたよね。そう、庶民そんなことばっかり考えてるマニアックな集団ほっとけやぐらいのこと言われたよねっていうことだったんで、はい、だからなんでこんな時だけ、学者使うのかなって、だから都合よく使っちゃう。で最後に、子供からお父さん意見なのって自衛官が聞かれたら、なんかかわいそうでしょっていう感情論持ってきましたよね。個々人のが好きか嫌いかっていう問題と、はい、制度とか組織としてどうかっていう問題は一緒に論じちゃダメなんですよ、はい、だって上田さんが好きですかっていうのと、アナウンサーっていう職業が好きですかっていうのと、 MBS 好きですかっていうの同じに論じれます。やめてほしいですね。やめてほしいですよね。、はい、そんな個人の属性としてついてくるものはあるけれども、だから絶対的にやっちゃダメなのは、上田さんが嫌いだから MBS が嫌いっていうふうに言ってるっていうふうにはならないって話です、本来は。だから制度とか統治機構とかっていうものと、その個人の資格の個人のまあ職業というものをごっちゃにして、感情論とね、組織論、制度論を一緒にやっちゃうこの雑さ、ここに私絶対乗っかったらあかんと思うんですよね。そうですか。はい、国会関連のニュースは以上になります。今日の主なニュース、後ほどまたお伝えします。はい、千葉アナウンサーでした。報道するラジオ、続いてなんですけれども、今日はですね、 AI についてちょっと聞いてみたいと。 AI、 人工知能ですよね。人工知能が私たちの仕事を奪うという未来が来るんではないかということで、はい、この分野に著書もありましてお詳しい駒澤大学経済学部の准教授の井上智博さんにですね、お話を聞いていきたいと思うんです。電話つながってますでしょうか。井上さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。内調査の上田と言います。そして今日一緒に聞くのはですね、谷口真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上さん、そもそも、まずそもそも論なんですけれども、 AI っていうのは一体どういうものなのかっていうのをちょっと教えていただきたいんです。そうですね、IT、まあ、情報技術っていうのはなんとなく皆さんご存知だと思うんですよね。はい、 IT 言いますし、パソコンも携帯電話も ね、はい、ね、進んできましたよね。そうですね、はい、それでIT のですね、賢いやつが AI と考えていただければいいかと思います。はい、賢い版。
はい、で、人工知能の研究者によってですね、はい、AI の定義はまあ様々でですね、うん、もっと自律的な意思決定とか判断ができなきゃいけないみたいなことをですね、うん、まあ、言う人もいるんですけども、はい、私はかなり緩くですね、はい、AI を捉えていて、まあ、比較的賢いやつということなんですが、はい、今ですね、その AI の中でも機械学習という技術がですね、よく使われておりまして、機械学習、はい、でこれ20世紀にも人工知能のブームってあったんですけども、はい、機械学習ベースではなくてルールベースだったんですね。で、人間がこう与えられたルール通りにしか動けなかったんですよね、はい、簡単に言うと。え、はい、それってどういうことですか？なんか例えば AI とかって今、はい、僕らがよくニュースで聞いたりするのはチェスとか、あと将棋とかってすごい AI がなんか優秀になってきてですね、なんかプロでもトッププレイヤーでも勝てないみたいな状況になってきてて、なんかすごいなって思ったりするんですけど。そうですね、あれは まさに機械学習という技術を使っていてですね、はい、それでたくさんデータを読み込むと賢くなっていくのが機械学習と、はい、いうことなんですが、で例えば囲碁の AI だったらですね、はい、囲碁の棋譜といってですね、はい、対戦のその対局の記録ですね、はい、をたくさん読み込むわけですね、はい、そしたらどういう手を打てば勝てるのかっていうのを勝手に学習しちゃうと、はい、勝手に学習するんですね、はい、勝手に学習しちゃいます、うん、で人間がですねこういう手を打てばいいよっていうのをですね教えてあげる必要がほとんどなくなっちゃったということですね。あ、じゃあこれまでのその IT とか機械だとこっちから教えてあげなきゃいけなかった、はい、そうですね、はい、ルールを教えてあげなきゃいけなくて、はい、20世紀にもチェスとか囲碁の AI とか作られてたんですけども、はい、基本人間の教えたそのルールとか定石に従って打ってたという感じなんですが、はい、それがだんだん変わってきて、で今21世紀になってですね、もう勝手に賢くなっていってですね、最初に囲碁のルールを教えて、あとはもう勝手にほとんどですね、うん、その囲碁の AI 自体がですね、はい、強くなっていくという感じですね。なんか小説を書いたりとかですね、絵を書いたりとかもするんですよね、はいはい、そうですね。ただ小説に関してはですね、去年の3月にですね、はい、星新一賞というですね、文学賞の、はい、一次選考を突破したというのがあるんですが、それは人と戦って AI が作品として選ばれて、そうですね、はい、なんですが、ただあれは結局人間と AI のですね、はい、コラボということで、はい、まだ AI が単独でですね、はい、小説が書けるところまでは行っていないという状況ですね。あとスマートフォンを使ってると、最近その話しかけたら答えてくれるようなサービスってありますよね、はい、音声操作アプリですね、あれも AI なんですかね。そうですね、あれも一番我々の身近にある AI ということですね、はい、なんかびっくりしますよね。そのまさかこうコミュニケーションが取れてるような感じになると思わなかったので。そうですね、ただ今の人工知能はですね、はい、言葉の意味が分かっていないということがありましてですね。意味は分かってないんですか？分かってなくてあれ答えてますね、そうなんですか。いわば当てずっぽうです。例えばですね、朝8時に起こしてって言ったらですね、はい、8時にですね目覚ましをかけてくれるわけですけども、はい、朝っていう言葉の意味が分かるかっていうことですよね、はい、例えば朝っていうとこう日が昇ってきてですね、だんだん明るくなるイメージとか我々持ってるわけですけども、はい、そういうことは一切分かってないわけですね、はあ、それで例えば起こしてっていう起きるっていう言葉の意味も分かってなくて、はい、我々はそのベッドからこう身をですね起こす動作っていうのが頭の中で思い浮かぶわけですけども、はい、そういうイメージは何もないわけですね、はい、ただこっちのリクエストに対して、妥当であろうその答えというかですね、はい、レスポンスをですね、統計的に割り出してこれが答えでしょっていうことをですね当てずっぽうで返していくんですが、うん、これはいっぱいですねデータがあると、割と正しい答えをですね返してくれるようになるということですね。はあ、じゃあなんかこう何をやってるというか、クイズに答えてるような感じなんですかね。
どういうことなんでしょうね。それでもできてしまうんですね、目覚ましを朝に起こしたりすることが。そうですね、8時に起こしてっていうご要望に対するですね、答えっていうのは、目覚ましをセットすることだろうというふうにですね、経験的に理解してですね、だからあの時々すごくトンチンカンの答えを返す時もあると思うんですが、そうですね、まだそれはちょっとデータ不足というかですね、だからあんまりあの誰も質問したことのないようなことを質問するとなんかあの分かりませんとか、あるいはですね、なんかあのトンチンカンの答えを返してくれると、返してくるという感じですね。ちょっと後で試してみます、はい、あのこのね、今の AI の話を今まで聞いてると、なんだ、はい、そんなもんなのかって僕ちょっと今思っちゃったんですけど、あの、はい、この AI がどうしてこう私たちの仕事を奪うようになるぐらいまで成長するのかっていうのに興味があって、その AI ってこれからどうなっていくんですか、 どういうふうに進化していくんですか、ね、何かこう種類が違ったりとか、これまでとなんか新しいものができたりするんですか。そうですね、あの今の人工知能は特化型人工知能と呼ばれていてですね、特化型ですね、はい、であのチェスの AI だったらチェスしかできないし、将棋の AI だったら将棋しかできないというようにですね、それぞれの目的に特化しているということなんですが、じゃああの将棋の AI はもう将棋専用なんですね。はい、基本そうです。はそれがですね、あの、まあ、いずれあの一説には2030年と言われていますけども、汎用人工知能というものが出てきましてですね。汎用ですか。はい、汎用型ということなんですが、いろんなことって意味ですよね。はい、はい、いろんなことってことですよね、はい、そうですね、いろんなことができるということなんですが、人間はいわば汎用的な知性を持っていてですね、その一人の人間がこう潜在的にはですね、あのチェスもできれば将棋もできるし、事務作業もできれば人と会話もできるということなんですが、はいはい、そういう、汎用的な姿勢を持った人間と同じような AI を作りたいというのが、そもそも AI 研究者の夢なんですよね、はい、でそれが、汎用 AI ということなんですね。でそれができてきたら、井上さんおっしゃってるようなその仕事を奪うようなものが出てくるということなんでしょうか。そうですね、はい、あの特化型人工知能でもですね、あのちょいちょいと仕事はなくなっていくとは思うんですが、あるいはですね、一つの職業の中で雇用が減るということが起きてしまうかとは思うんですが、はい、ただその場合でも、他の職業に転職すればいいということになるんですが、はい、あの汎用人工知能っていうのはかなり人間に近くてですね、あの例えばこれがロボットに組み込まれたら、鉄腕アトムとかドラえもんのような形になるということですね、はあ、じゃあもうその鉄腕アトムとかドラえもんみたいなこの漫画の世界が未来に迫ってきてるってことですか。そうですね、あのそんなに強くもなければ4次元ポケットもないでしょうけど、なんかお願いしたらなんかやってくれたりですね、はい、あとそののび太のような子供と遊んだりとか、そういう人間がやれるようないろんなことができちゃうんで、そうするといろんな職業がごっそりとですね、この汎用 AI にとって変わられる可能性っていうのはなくもないかなという感じですね、はい、あのリスナーの方のラジオネームなにわファイターズさんという方が、あのメールいただいてるんですけども、AI に雇用破壊されたらシャレにならないと思いますっていうふうに書いていただいてて、あと最近我々の身の回りでもそういうのを感じておりまして、例えば、その、放送で喋る AI っていうのが出てきだしているようで、そうするとあの私も大変戦々恐々と言いますか、あの仕事取られるんじゃないかっていう思いを最近しだしてるんですけど、そのあたりどうなんですか。そうですね、アナウンサーってどうですかね。すごく広い意味で AI の一種と言ってもいいかと思うんですが、はい、あの音声合成という、技術ありましてですね、まだちょっとたどたどしいと思うんですよね、要するにテキストで書かれたものをその音声に直すということなんですが、はい、ちょっとオーバーに言うと今日の天気はみたいな感じになるわけですけども、機械で喋ってるようなのが分かるってことですよね。だんだん滑らかになってきたんで、脅威ではありますけど。そうなんですよ。最近すごくニュースになってて、ただですね、アナウンサーの方々のお仕事って、単に読み上げるだけじゃなくて、いろんなこと臨機応変に、人と対話したりですね、
こうやって人の話をこう聞いたりしないといけないということあると思うんですが、はい、そうするとさっきお話ししたようにまだ言葉の意味はわからないということなんで、適当な答えを返すだけだったらいいんですけども、的確な人との対話っていうのはまだ難しいんでですね。あ、そうなんですね。なのででもまだなんですね。アナウンサーは当面なくならないと思うんで、うん、ご安心いただければと思います。そうですか、はい、よかった、定年まで働けそう。でもとはいえ定年までとかっていうお話ぐらいであれば、まだっていうのは未来は取って変わるっていう予測だということですよね。そうですね、まあその言葉の意味がいつ理解できるようになるかっていうところがやっぱり一つのですね重要なポイントかと思うんですが、はい、2025年というですね予測がありましてですね、はい、2025年、はい、その時しかもその音声合成の技術も、かなり発達しているとなるとちょっと雲行きが怪しくなると思うんですが、ただそれでもですねこれどんな職業でもそうなんですけども、はい、やっぱりその機械ではそのあまり機械というか AI ではですねそんな臨機応変にですね人と対話できないというかですね、うん、あるいはそのアナウンサーの方々のそれぞれにもやっぱり持ち味みたいなのがあると思うんですよね、はい、その持ち味というか個性の部分というのは非常に大事なんでですね、はい、その部分でやっぱり AI 機械に負けなければ大丈夫だと思います。ちょっと個性が何か見直さなきゃいけないですね。これは大事なことだと思います、はい、本当に、はい、大丈夫かな僕って思いましたけど、いやそういう面白いことが言えれば大丈夫だと思います。ありがとうございます。一方で今日 の, コメンテーターでスタジオに来ていただいている谷口真由美さんは大阪国際大学の准教授の先生 で,、はい、でそして井上さんも駒澤大学の准教授の先生、はい、先生とか教育の仕事ってどうなんですか。これ教育の中でもですね、はい、大学教員が多分一番AI に取って代わられると思います。取って代わられるんですか。はい、代わられます。どうして大学の先生って難しそうですよね。いや基本喋ってるだけなんでですねこれ要するに大教室での授業がっていうことなんですが、はい、大教室の授業って、先生たち結局毎年同じようなお話してるだけなんでそうなんですか。そうじゃないよそうじゃないっていう先生はですね、はい、いいと思うんですが、その毎年同じような話してるんだったら別にそれペッパー君にやらせればいいじゃないかっていう話なんですよね。はい、ロボットで喋るのが最近お店とかで立ってたりしますよね。はい、ロボット君にですね実際大学で授業をやらせる実験とかも行われてるんですよ、はい、ある大学でですね、でそしたらですねそのロボットに、今後は授業をやらせるってことも考えられますし、そもそもですね、うん、今大学の中でもですねその動画を見るだけで、見てですねそのネットで簡単な試験をやってですね、はい、それで単位もらえる授業とかもあるんですよ実際。あ、そうなんですね。はい、だって毎年同じだったらもう動画でいいでしょうっていうことなんですよね。はあ、ただ動画だとちょっと臨場感ないんで、教室にロボットがいる方がなんか面白いかなっていう気がするんですが、今でももうそこまで行ってるんですよね。あ、そうですか。じゃあ大学に通わなくても授業が受けられちゃうってことですか。はい、もう それでですね、全ての単位を取れるようなコースを設けてる大学もアメリカには結構あります。日本にはあまりないと思うんですが、はい、谷口さんどうです、出席とか採点とかって。いや、そんなんこそ別にロボットでもできると思うんですけども、はあ、でただその井上先生おっしゃるみたいに毎年同じ授業をやってる先生なんか今時生き残っていけないと思うし採用もされないと思うんで現実的にはそんなクリエイティビティのない大学教員なんかもうとっくに生き残れない時代になってると私は思っているので、もちろん自分の職業が奪われるか奪われないかっていうことではなくって、じゃあ学生が何か要は大学の教員って別に授業終わった後に単なるその授業に対しての質問を受けるわけそれだけでもないっていう、感情労働がだからどこまでできるかっていう話は出てくると思うんですよね、はい、つまり学生がその科目を通じて例えば進路の相談をしてきた時にロボットが AI が答えられるのかとかっていうことも含めて、もちろん誰が教えても同じやっていうような科目が存在するのであれば、それは取って代わっても
全然ありだとは思いますけどね。それで、でも大学の講義が成立するならば小学校も中学校も高校もってことになるでしょうし、まあ、もっと言うと人口減少してきたときに、あの学校が学校に通えない僻地の子どもとかっていうのにはもっと希望が持てるような話っていうのは出てくると思いますよ。はい、ああそうなんですね。あのどういう仕事が生き残ってどういう仕事がなくなるんでしょうねということは。あはい、今先生もおっしゃられたと思うんですが、はい、やっぱりあの、まあ、大学の教員も含めてですね、うん、いろんな職業にですね、まあ、あのクリエイティブな要素っていうのはあると思うんですね。はい、まあ、その創造性ですね、うん、クリエイティビティを必要とするような仕事、それからマネージメント、はい、それからホスピタリティ、じゃあ、まあ、ものを作るとか管理とか、そうですね、マネージメントっていうのは、うん、まあ、工場のとかお店とかの管理とかですね、うんうん、それから会社の経営とかって言ったことですけども、はい、ホスピタリティっていうのはまあおもてなしということなんで、まあ、あの介護とか看護とかですね、でもしかしたら大学の先生にも必要だろうし、はい、それからまあホテルマンとかですね、はい、インストラクターなんていう人にもですね、あのホスピタリティは必要かと思うんですよね。でこういったもの、クリエイティビティ、マネジメント、ホスピタリティの、まあ、3要素かなと思ってるんですが、ただあの、こういうのを必要とする仕事にも当然 AI、ロボットはどんどん入り込んで、きますんでですね、はい、あのまあ、機械との競争という言い方があるんですが、機械との競争に、まあ、負けちゃった人は、まあ、例えば大学教員にしてもですね、あのロボットに教えてってもらった方がいいじゃないかって話になるんでクビになっちゃうかも分かんないんですが、はい、機械との競争に打ち勝てば、まあ、あの今後も残っていけるということになりますね。うん、あの機械のが仕事を奪うっていう意味で言うと、僕は子供の頃にすごい衝撃的だったのが、あの、はい、駅の自動改札がすごい衝撃で、あの、はい、切符をこう切ってくれてた人たちが急にこういなくなっていったわけですよ。あの人たちどこに行ったんだろうって子供ながらに思ってたんですけど、そういうような大きなこう人がいなくなるみたいなことになってくるんですか、はい、そうしたら。そうですね、ただですね、あのアメリカではですね、はい、そうやってもうすでにあの技術的失業というんですが、技術的失業、あ、はい、あのまあ AI を含む IT によってですね、はい、あの失業者っていうのがアメリカではまあまあ出てきてるんですね。はい、まあ、ただその人たちは他の仕事に大体転職するわけなんですけども、はい、だからまあずっと失業してるわけではないんですけども、うん、あの日本はですね、あの解雇をやっぱあまりしないんで、はい、クビにはしないんでですね、はい、であの自動改札の時もそうだったんですけども、あの新規採用を抑える形でですね、はい、あの徐々に人を減らすっていうことをやっている、まあ、会社さんが多いんですよね。はい、まあ、そういう意味で言うとそんなに恐れなくてもいいのかなっていう気はするんですが、はい、まあ大きな大きな会社ほどですね、そういうところは結構しっかりしてるかと思います。なんか今後の、ね、こうスケジュールとしてやっぱ何年にこんなダイナミックに変化がみたいなのを予想されてるって伺ったんですけど、はい、井上先生はどうですか、なんかこういうなんか大きくみんなが仕事を奪われる時代みたいなのがやってくるというふうな。そうですね、まあ、特化型 AI の時代であってもですね、はい、まあ、今がそうなんですけども、あのどっちかというとやっぱり事務職ですね、事務労働が、うん、あの AI とまでいかなくてももう IT によって今どんどん減っているという状況でですね、はい、あの有効求人倍率もですね、あの事務職だけ 0.45 でですね、要するに人手が余っているという職種なんですね。うん、はいはい、でよく最近人手不足と言われてるんですが、はい、あの正確に言うと人手不足の、職種業種とですね、人手が余っている職種業種と今まだら模様になっているんですが、ただその事務職にこそがですね、あの IT 化 AI 化しやすいというところがあってですね、でそれとは逆にですね、あの肉体労働の方がですね、まあ人手が不足してるんですが AI ロボットが入り込みにくいんですね。なんでかというと肉体労働って、まあ、体を使うというかですね、あのこう物理的な動作を伴うんで、なんかあの人工知能っていう頭脳の部分だけ作って終わりではなくて、はい、ロボットのメカの部分も作んないといけないんですね。そうすると開発が2段階必要なんで、まあ、結構まだ時間がかかるということで、まあ、2020年くらいから徐々にですね、この肉体労働っていうのも
機械というかその AI を組み込んだロボットとかですね、あるいはこう自動運転車のようなもの、まあ、そういうものに置き換わっていくかと思います。そうなってきたときに僕ら今でもそうやって IT とか AI に仕事を取られていってる中で どういった対策というかそういうものっていうのは終わりだというふうにお考えなんですか？それは国全体でですかね。みんなが対策しないとこう仕事なくなったらみんなお金がなくなっちゃいますよね。そうですね、まあ、特化型 AI であっても一時的には仕事を失う可能性はあるというのと、はい、まあ、汎用 AI の時代になったらかなり広範囲に仕事がなくなってしまう可能性もありますんでですね、最近そのベーシックインカムというですね、社会保障制度が注目されているんですが、ベーシックインカムですか？はい、これは日本語では基本所得というんですが、国民全員にですね最低限生活に必要なお金を、まあ、配ってしまいましょうという制度なんですね。ご存知の方、ラジオをお聞きの方にもいらっしゃいましたね。ラジオネーム、はい、たぬきわんわんさんがこのベーシックインカムという説を、はい、AI で仕事を失った時の代わりにというのを見ましたけれども、現実には日本でも世界でも富は偏重していて、そして結局弱い者が悲惨な目に遭いませんかという質問なんですけど、これはですね、何の社会保障制度の改革もしなかった場合には、はい、私かなり悲惨なことになると思ってまして。我々はですね、はい、この AI の時代にふさわしいですね、まあ、仕組みとか制度っていうのをですね、うん、構築していかないといけないと思ってるんですが、はいはい、まあ、そこを怠るとですね、はい、格差もかなり開くと思いますし、はい、ベーシックインカムの解決になるんですか？それがですね、うん、まあ、やっぱりその所得の再分配が必要っていうこととですね、はい、あとその、まあ、仕事を失っても最低限は食べていけるようにするということが大事だと思ってまして、はい、どういうふうにするんですか？ですね、はい、まあ、今でもですね、はい、その私はベーシックインカムをもう導入すべきだと思ってるんですが、はい、今であればですね、例えば月7万円ぐらい国民全員に給付するということを考えていいかと思うんですね。全員に7万円配るんですか？はい、月7万円配るということですね。私ももらえます？はい、もちろんです。はい、この老若男女、まあ、金持ちだろうが貧しい人が問わずですね、はい、もらえるということですね。社会主義っぽくないですか？これ社会主義と、まあ、混同されることが多いんですけども、実はアメリカで昔ですね、はい、このベーシックインカムを導入しようというですね、その経済学者が何人も集まってですね、その提案をしたことがあるんですけども、その中でもですね、右派から左派まで、右寄り右翼の人から左翼の人まで、もういろんな人がですね、この制度は良いということでですね、うん、そうなんですね、その提案に参加したんですね。なぜかと言いますと、まあ、特に社会主義というのもいろいろあるんですけども、まあ、ソ連型社会主義というのが皆さん その考えている社会主義だと思うんですが、うんうん、それとは違うんですね。社会主義というのは、まあ、基本的に工場とか会社を国有化しちゃうんですね、うん、だから民間の活力が引き出せないという問題点があったんですが、全く国有化とかは何もやらないんですね。ああ、そうなんですね。それでできてしまうんだ。今の自由主義的な経済っていうのをそのまんま残した形で、ただ税金をいっぱい取って、でそれでもってですね、皆さんが最低限の生活を送れるようにしようということなんですね。わかりました。ちょっとそういったところもまた詳しくちょっとまた改めて聞かせてください。ちょっとお時間になってしまいました、はい、申し訳ありません。駒澤大学経済学部准教授の井上智博さんに AI についてお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。報道するラジオ、ここで今日その他のニュースをお伝えします。千葉アナウンサーです。はい、お伝えします。福井県大井町にある関西電力大井原子力発電所の3号機と4号機の再稼働に今日西川知事が同意しました。西川知事の同意により大井原発の再稼働に必要な地元の手続きは終了しました。再稼働の判断にあたり、西川知事は使用済み核燃料を一時的に保管する中間貯蔵施設の計画を具体化するよう求め、関西電力は23日、来年中に県外での候補地を示す方針を明らかにしています。福井県の同意を得たことで、関西電力は来年1月中旬に3号機を、3月中旬に4号機をそれぞれ再稼働させる計画です。
一方、大飯原発の30キロ圏に入る滋賀県と京都府は再稼働に難色を示しています。滋賀県の三日月知事は今日、実効性ある多重防護体制の構築は道半ばで、再稼働を容認できる環境にないというコメントを発表しました。京都府の山田知事も昨日、再稼働に向けた地元同意の対象から外されていることについて大変不満だと述べています。昨日2回目の当選を果たした大阪府岸和田市の市議吉典市長が今日記者会見し、初当選した4年前の選挙の前に自民党関係者に2度に分けて現金200万円を手渡したと認めました。自民党の推薦を得るためだったと説明しています。市議市長から現金を預かった関係者は自民党岸和田支部幹部の日田隆氏で、その200万円を会食の席で自民党の上谷昇衆議院議員に渡したと証言しました。4年前の岸和田市長選挙では市議市以外にも自民党から立候補を模索する動きがありましたが、結果的に市議市に一本化されたといういきさつがあります。記者会見した市議市長は渡した現金について自民党の推薦を得るためだったと説明しましたが、行き先は知らなかったと話しました。一連の金の流れについては政治資金収支報告書などに記載されておらず、政治資金規正法に抵触する恐れがあります。一方、200万円を受け取ったとの証言が出た上谷議員は、ご指摘の事実はありませんとコメントを発表しています。自民党議員から性的少数者やアフリカに対する差別的発言が相次いだことについて、野党幹部は今日の記者会見で人権意識が問われるとして厳しく批判しました。自民党の竹下亘総務会長は23日岐阜市内での講演で、外国の賓客が同性パートナーを伴って宮中晩餐会に出席するのは日本の伝統に合わないと発言し、山本幸三前地方創生担当大臣は自民党議員の会合でアフリカについてあんな黒いのと述べ、その後撤回しました。これらの発言に関し民進党の益子照彦幹事長は、政治家は自分の発言に責任を持たなければならない、軽口か本心かわからないと指摘しました。また共産党の小池晃書記局長は、人権意識、個人の尊厳、多様性を全く分かっていないと批判しました。ニュースは以上です。報道するラジオ、今日は大阪国際大学准教授の谷口真由美さんとお届けしています。はい、すいません、私冒頭で、はい、西目さん家に落ちたオスプレイって言ったんです、CH53 です、ごめんなさい、はい、でその後にアブっていうところに行って、でそれはオスプレイの落ちた海岸のところの現場も行ったんですよ。だからごめんなさい、はい、ごっちゃになっちゃって、申し訳ない。でもまあどっちにしても そういう落ちる西目さんのところの地形を見ると、おそらくこれから、95年とかも不時着してるんですよ。97年にも不時着してるんですよね。だからおそらく地形的にまた来るやろうって思われるような場所であるのは西目さんちは間違いないなと。それが高江ですよね。高江です、はいはい、ヘリパッドの強固的にできた高江ですよね、はい、という沖縄から、ね、飛んで帰ってきてたりと、今日は気温差でちょっと席も出てすいません。いいえ、やっぱり沖縄あったかかったですか。あったかかったです。25度ぐらいありましたね。だいぶ違いますね。はい、そして本編の方では AI についてちょっと、ね、はい、話を聞いてみたんですけど、そうですね、最近ちょっとやっぱりコンピューターの進化の度合いっていうのはものすごくなっていて、で将来僕たちが例えばそうやって本当に仕事を奪われていくんだったっていうことを想定したときに、今僕たち一体どういうことができるんだろうとか、どういうふうに考えていったんだ、いったらいいんだろうっていうことをね、ちょっと谷口さんに聞いてみたかったんですけど、そうですね、AI が働いてくれるんだったら人口減少してもいいんじゃないかっていうのも一方で考えられると思うんですよね、はい、それであればなんで国難が人口減少になるんだっていう話に、少子化っていうのが果たして国難なのかっていう話を議論しなきゃいけない時代に来てるのかもしれないですよね。あ、今まで
ね、人の数が減るって大変なことで、大変なことだってでみんなで働いて税金を納めてでそれで国が豊かになるっていうイメージでやってきましたけど、でも働く人がいなくって税金を納める人がいないのにどうやってベーシックインカムを確保するんだろうかっていうその点についてやっぱりなんかなんでその今の人口が維持されて今の人口で例えば税金があるっていう前提に立ったベーシックインカムっていう議論とちょっとまあずれていくんでやっぱりその機械を使える人間だけが生き残る新たな優生思想っていうか先民思想みたいにつながらないかっていうのはやっぱり気がかりですよね、はあ、なんか SF みたいな話ですよ ね、 ねだから SF みたいな話がそのそこに人間の尊厳とか人権とか、まあ、人々の命とかそういうものが入ってくるっていう社会なわけでだからまあ単なる機械の発展っていうのだけでは済まされないでもテクノロジーはどんどん進んでいきますからねそうですよねだからなんか折り合いというかお付き合いの仕方見つけなきゃいけないんでしょうかねそうですねだから本当に法的な整備っていうのは確実にテクノロジーからは後になるのでできたものに対して後追いでしか法は整備できないっていうことがあるので、はい、果たしてそこに詳しい法学者がどんだけ本年っていうことを考えるとまあまあまだまだちょっと制度の方がついていかないだろうなっていう気はしますねどんどんなんか進んでいってしまう感じの、うん、気がしておりますが、はい、今日はそんなことで大阪国際大学准教授谷口真由美さんとお届けしましたありがとうございました。報道するラジオ来週は水野アナウンサー帰ってきます、はい、今日は上田がお届けしました。